はい、こんにちは、えー。今回の相手に対しては、赤3、紫2と考えました。相手のセンター、ジ人は、私もよく使っている英雄で、よく知っている相手です。ミニオンがとにかく厄介です。ただし、マナスピード遅い。これが最大の弱点です。 対抗策としてベラを入れました。ミニオン使いには実にす優れた能力を持っています。はい、それでは行きまーす。どうですかね。やはり初期版面は良くはないですよね。とりあえず。 盤面整理も兼ねてここでね赤3をレイジ人さんに入れられると楽なんですけどねそうもいかないですよねうまくはいかないですよねどうしましょう。 ここでね、赤3消せると大きいんですけどね、うまくいかないですね。どうしましょう。なかなか盤面整理も思うように進みません。0時に先にスキルを発動されるとすごく辛いんですけれども、どうでしょう。発動されましたが、 これで倒せたらダメですね割と負けの空気を感じています割と負けの空気を感じていますえーベラで 霊人さんを封じ込めたかったんですけれども、スキルで倒せました。えー、相手はガゼル。ガゼルが発揮しました。なかなか、5対4とはゆえ、不利な状況は続いていると考えています。はい、えー、気を抜かずにゆっくり行きます。 ガゼルが発動しているときに、先にガゼルを倒せると、えー、とても有利になるはずなんですけれども、それはとてもとても難しいことなので諦めます。紫のマナーが思ったほど溜まっていないんですよね。盤面整理ですかね。 かろうじで皆さん生きてますがガゼルも発動してるので盤面整理します素晴らしいマリアーナ回避は素晴らしいガゼルのダンスも続いています盤面整理ああ これで紫が光明が見えないですねガゼルがこれで落ちてくれると幸運ダメですねこれでガゼルが落ちてくれるとガゼルが落ちてくれると落ちてくれましたえー これで一気にだいぶ形勢は有利かと有利かとはい続けていきまーすえー、これは本音だら漏れの実況動画です忘れてはいけませんこれは本音だら漏れ実況動画ですどうですかね まだ五分五分ですかね状況はこれで一歩有利になりましたかねでもまだまだ気は抜けません盤面に赤と紫も少ないですえー、セシャットも鬱陶しいですし盤面整理をしたいのですがいい手が思い浮かびません どうしましょうほんといい手がないですねどうしましょう仕方がないですねどうしましょうね 自利品ですかね相手のキャラクターの方がこちらの手持ちよりも強い印象ですそれでも望みは捨てずにゲームは続けていきます諦めたらそこで試合終了ですからね えー、どっち消しましょうはい諦めたそこで試合終了ですからね。 どうですかねまだギリギリの戦いですね。これで紫を消して。はい、ありがとうございました。